太陽圏電流シート太陽圏電流シートは太陽の磁場の磁極が北向きから南向きに変わる太陽系の表面である太陽圏内で赤道面上に広がっている電流シートの形は太陽の回転する磁場の影響の結果であるシートの中には約10から午前10時にの弱電流が流れておりシートの厚さは約1万 km である 仮想の磁場は惑星間磁場と呼ばれ、発生する電流は太陽圏電流回路の一部を形作っている。太陽圏電流シートは惑星間電流シートと呼ばれることもある。パーカースパイラル太陽が自転するとその磁場はアルキメデスの螺旋の一種であり、発見者の友人ニューマン・パーカーにちなんで名付けられたパーカースパイラルの形にねじれる。パーカースパイラル型の磁場は 70年代初頭に車検によって考案された数学モデルに従い、電流シートによって二つに分割される。螺旋磁場の曲が変わると、バレリーナのスカートに似た、波打った螺旋の形に歪む。さらに、シートを伴った太陽は、まくれ上がったスカートを何度も直そうとする内気な、バレリーナに似ているとも言われる。その螺旋型を作る原因は、回転しながら、 芝生に水をまく人に例えてガーデンスプリンクラー効果やガーデンホース効果とも言われる。水の流れが太陽風を表し常に放射状に動いている。太陽圏電流シートは太陽とともに27日ごとに回転しており、その間、スカートの頂きと水は地球の磁気圏を通過し相互作用する。太陽の近傍では シートの回転電流によって冷気される磁場は5、10から6テスラの桁である。太陽表面の磁場は約10から4テスラである。もし磁場が双極子の形だと、その強さは距離の3乗に比例して弱まり、地球の軌道では10から11テスラになる。太陽圏電流シートはそれより、はるかに強く、太陽による地球軌道での真の磁場はそれより100倍も大きい。 太陽圏電流シート内の電流は内向きの放射状で太陽の極地方の磁場に沿った外向きの電流と近接している。電流の強さは309アンペアの桁である。他の天文物理学的な電流と比較して地球にオーロラをもたらすビルケランド電流は約1000倍も弱い。シートの最も電流密度が高い部分は10から10アンペアマイメートルにの桁である。 太陽圏電流シートは、ジョン・ウィルコックスとノーマンネスによって発見され、1965年に公表された。ハンネス・アルバインとパー・カールクビストは、銀河電流シートの存在を予測し、銀河の対象面を1017から1019アンペアの電流が流れていると見積もっている。2 0 0年に太陽に接近したマックノート彗星のダストテールに見られた島模様は、 太陽圏電流シートがダストに影響を与えたために生じたことが明らかになっている。ありがとうございます。